ごい富士山が見えましたよ今。え、右方向これかな。あー富士山がすごい。あ、ここは目的地左側、これですか。ここですね、西久保展望台。あ、ちょっとバス停じゃないですか、ここ。バイク止めるのちょっとあれだね。ちょっと外して、あ、送電線が入っちゃうのが惜しいですね。ああ、でもすごいすごい。富士山がよく見えるんですけどね。送電線が残念ながら入っちゃいますね。というわけでね、噛んじゃった。西久保展望台でした。さて今12時半過ぎたぐらいなんでね、どっかでご飯を食べたいなと。定食屋がありましたけど、なんか混んでんな。混んでますかね。営業中。わ、並んでるな。並んでますね。並んでんならいいや。並んでんならいいやと思わないけど。うまいんですよね。並ぶのはちょっと嫌だな。なんかそっちの道沿いに飯屋とかありそうですね。台湾料理の店は準備中。ここはやってますね。なんかバイクがすげえ止まってる。なんだこれ。なんか随分いっぱいバイクが止まってますね。どこ止めていいのかな。この辺に止めていいのかな。こうやって止めときましょうか。邪魔にならないように。なんでこんなにバイクがいっぱい止まってるんでしょう。ナマズの天ぷら、そんなのあるんですか。ナマズの天ぷら、朝日食事処朝日、旅館もあるんですね。じゃあちょっと勇気を出して行ってみましょうか。旅館なんだこれ。営業中。あ、普通にカツ丼とかもありますね。とんかつ定食とか。まずちょっと入ります。
で食事処朝日っていうんですかね、朝日食堂でしょうか、旅館もやってるってすごいですね。ナマズの天ぷら、ちょっと勇気を出して食ってみました。内容的にはまあご飯ボリュームがすごかったですね。ナマズの要は天ぷらが、まあ、3切れっていうんですかね、結構大きいんですけど、それに、さつまいもの天ぷら、あとあれはでっかいしめじ、エリンギだったかな、いやしめじだったかな、あのでっかいしめじだと思うんですけどね、天ぷら、あとは玉ねぎのかき揚げがあって、あと味噌汁と、まあ、ご飯とね、それと、まあ、あの野沢菜かな、それでね、900円ですね。ちょっと今のお店驚いたのは、あのラーメン500円とかでしたね。なんか全体的にすごい安いです。でナマズの天ぷらなんですけどね、あのまあ味はね普通に美味しいんですよ。だから身がね、あのなんて言えばいいんですかね、すごいこう変わった食感といいますかね、ものすごい柔らかくて、あの衣がついてなければ歯いらねえなっていう、あの舌であの口の中放り込むじゃないですか、で舌でこうグッと押すとずるっとこう潰れるっていうんですかね、うまく表現できないんですけど、なんかそんな食感のね、かなりこう初めて食べる食感でした。まあ味的にはすげえうまいというわけではないんですが、正直な話、まああの淡白な白身魚という感じです。臭みとかもなくてね、だまあ普通にうまいかなという感じなんですけど、何しろあの食感ですよね。あのうなぎが柔らかいとかあるじゃないですか、蒸したうなぎね、あれとも違うんですよ。なんて言えばいいんですかね、すごく不思議な食感でした。ということでね、ナマズの天ぷら初めて食いました、というかナマズ自体を初めて食いましたけどね、まああのちょっとこうなんて言うんでしょうね、一度ぐらいはこう経験してみてもいいかなっていう、うん、面白いと思います。あととにかく安い、ナマズが一番高かったじゃないかな、それで900円とかですからね、うん、まあそんな、朝日さんでね、お昼いただきました。